のコンチャス、どうも、なごみです。こうくんです。なこなこです。じゃあ、はい、ということで今日は、はい、こうくんが嬉しい企画となっております。今日は、はい、年上彼氏と付き合っていいところをお話ししていきたいと思います。はい、ということで。なるほどね。まあ、自分たちはもう付き合って3年とか、うん、やねんけど、こう見えて、コウ君が年上です。いや、もうみんな100も承知やろ。まあ、年齢はもうさることながら、まあ、お上品なところとか、まあ、性格とか、大人っぽいところとか、もう、どこを見ても、まあもう、老若男女分かると思うで。俺が年上って。うん。でもマジでコウ君、初めて会った人とかに、コウ君年下かと思ってたとか、名古屋のな。嘘つく。同い年かと思ってたって、年上って言われたとこがないね。顔がちょっと動画やからな。性格的にもやっぱすごい落ち着いてるところが僕あるんで、犬でいうゴールデンレトリバーみたいなのも賢いから、なごみもポンポン出てくるんだ。みんなこうコウ君が落ち着いてるとこ見たことない。あるやろ。頭おかしいとこあるやろ。ってってるが、そう、年齢が今私が20歳でコウ君が22、もちて23。そうやから、まあ年上やから、年下の私から見て、はい、年上の彼氏と付き合ってよかったところをお話ししていきたいと思います。いや、もう尺大丈夫かな。まあ、結構長なると思うけど、秒で終わる。広告いっぱい挟もうか。はい、ということで、はい、やっていきたいと思います。よし、行こうか。はい、じゃあ、はい、今回もじゃーん、出ました、大好きなホワイトボードでやっていきます。ホワイトボードって言えば下ネタしか思いつかんわ。マジ今日下ネタないで。今日も下ネタなしだ。ほんまにない。前が下ネタすごかったから。いや、ほんまにコウ君のせいやから。なんでやねん。ほんまにコメント欄、最近コウ君下ネタしか言わんすけど言われてんかった。あくびすな。ちょっとまとめてきたんよ。見して。これで見せるから、せかさんといて。今回は年上の彼氏と付き合って良かったところと、あと一応悪いところも考えてきたから。マジ悪いところある。急にガチなテンションで。え、ある。ある。やから、ちょっとメリットとデメリットを書いていきます。はい、あるかな。いや、思い当たらんけどな。ほんまにデメリットの方が多かった、ごめんな。お前が言ってよ。年上彼氏というか、うちはこうくんと付き合ってみたいな。あ、なるほどね。そうだから、ほんまに個人それぞれにはよると思う。個人差激しいやろ。個人差激しいと思う。はい、いけました。はい、一つ目、デデン、こちらです。包容力がある。俺が言うもなんやけどさ、うん、ある。ある。例えば、うん、特にこうくんはこれは年上とか関係ないねんけど、で、まずその体が大きいから、こうギュッてしたりとか抱きしめたりしてくれるときに包まれてる感がある。あ、そういうことな。それは体感な。体で感じる。そうそうそう。で、気管。何何気管なんていうの、気持ちで感じる。気管はここやろ。気持ちの方な。気持ち的には甘えやすい。やっぱ女の子ってさ、甘えたいけど、甘えにくいみたいないると思うね。まあ、自分ももともとそうやったし。確かにな。そう、甘えるって結構やっぱりハードル高いもんね。そう。でも相手が年上なことによって、ちょっとは甘えやすいんじゃないかなっていう。俺じゃなくてええやん。ほんまや。ここにビッチがいました。違う。でもほんまに年上彼氏のいいとこなんかなっていう。それは年上からこそ甘えやすいって。それは年下とは違うからね。そう、だって年上彼氏やってるからさ。いや、年下ほんまに全員的にさ。年下頑張ろう。なんかすごい恥ずかしい気持ちになった。いや、俺年下彼氏とかも全然そうバカにしてるとかね。年上ならではの。そうそうそう。あと、なんか包容力っていうんか分からんけど、うん、はいはい、よしよしみたいな感じでしてくれる。してる。さっき喧嘩してんけど、喧嘩終わった後にこうくんが、もうはいはいもうおいでみたいな。そうやってさ、まあそうやな。でもなんかそれってやっぱり同い年とか年下の子よりかは年上の人の方がしやすいんじゃないかなっていう。まあでもそれは俺もやっとできるようになったみたいな感じやな。優しくなったみたいな。うん、そういうのはやっぱり俺さ得意やからさ。得意。なごみやっぱり来てほしいんやろなと思って、あの呼んでほしいんやろなと思って。なるほど。なごみの取り扱い説明書が分かります。あ、それはもう分かってる。はい、じゃあ次。はい、これは結構みんなが気になるとこやし。気になるとこです。大きさとかじゃないよな。身長。人によるん。人によるやろ。じゃあ間違えた。人によるやろ。年齢によるん。あ、年齢は分からん。はい、はい、こちらです。じゃん、お金。ああ、お金が何。コウ君はお金。コウ君はお金やばない。お金っていうか金銭的な部分で、年上じゃなくても男の人とか結構してくれる人多いかなって思うんだけど、特別な日とかにおごってくれたりとか。基本は鉄板やねんけど、うん、コンビニとか行った時にコウ君が多めに払ってくれたりとか。あ、そういうことな。そう、なんかそういうのは年上っぽいんかな。年上の男の子はなんか基本やっぱりお金を、まあ、おごらんかったとしても多く払ってるイメージあるもんね。うん、
なんか別にそれが絶対とかじゃないけど、全然確かにあそういう風にしてくれてんねんなみたいな、まあ、俺らも言うて3年も付き合うからさそれ意識してないよな。まだ名古屋もだって気前いいやん。名古屋も結構そこ男っぽい性格やん。なんか多分自分らは適当やん、ね、やからパッて出したあもうこれでいいとかいちいちなんか何円とかだな。違う違う、名古屋は稼いでるからやで、ね、違う、年上彼女も違う、金銭面ではもう年上彼女も大年上で、あと、はい、結構これすごい個人的にやねんけど、うん、なごみと同い年の、まあ、YouTuber の方とか、うん、まあ普通に友達とかとご飯行った時にこうくんだけが年上やねん。なるほど、だからその人たちと一緒におごってもらえるっていう。なごみがお前なるほど悪っ。確かにやっぱりさ結構俺が年上な時が多いから、そうそうそう、やっぱなんかクリエイターの中でも意外と最近上やったりするよな。俺がおごる時にまあその子たちにおごると思ってるけど、なごみもついてくるっていう。じゃあだから払うでって言うで、こうくんがいや、ええよええよ、そこでそこでじゃあなごみだけなえんなとか言え。確かに逆にな、これはラッキー分野ですね、いいところというか。なるほど、はい、はい、じゃあ続いてお願いします。こちらです、じゃん、注意してくれる。おーなるほど、そうこれは年上の方がなんか注意しやすいんかな、分からんけど、うん、まあ自分が間違えてたりとかしたら教えてくれる、ちゃんとこれは間違ってるよとか、まあ、知的なところってこと。いや誰もこうくんが知的とは言ってないねんけども、知的なところ俺がその、あの賢いっていう、違う違う、恥ずかしいよ。いやそう、でもそこもある、年上の人の方がちょっとの差でも人生経験の差あったりするよ。ああまあまあまあ、そうそうそう、さっき大学に入るとか、なるほど、そこでやっぱ差出たりする。あああるかな。えだからそれで知ってることをまあ教えてくれたりとか、うん、あとはまあ自分がちょっと間違えてたら教えてくれる、まあ、みたいな。二十歳やったらもう大抵のこと分かるけど、歌詞も覚えれるからな。そうなの、歌詞も覚えれんの、二十歳やったら一人でトイレも行ける、一人でトイレも行ける、行けへん、やばいからおかしいな、おかしいやね、なごみがおかしいじゃん、なごみがおかしい。はい、まあこんな感じかな。なるほど、そう、じゃあ次ちょっとメリットラストです。こうくんも嬉しいやろ、こうやって楽しなってるやろ、一個一個。いやまあまあ、でもなんかまあもっとあるなみたいなどっか他何、他何、なごみが付き合ったあの一番の理由ってやっぱりさ、年上で顔がいいってことやろ。え、じゃないっけっていうのを俺は思っててんけど、顔がいいところ、うん、いやラストはこれもなんか嬉しいことやねんけど、じゃん、リードしてくれる。え、はい、それはあれ、犬のリード散歩してくれるってこと。そう、なんか首をはめられて、ブランと一緒にこうやって散歩してるもんな、嬉、うん、しいあれが嬉しい、尻尾で分かりやすいな、お前は変な性癖みたいになっちゃうから何リードって。まあデートやったりとか、うん、なんかそういう時にちょっとコウ君の方から手つないでくれたりとか、そう、なんかそういう面でなるほどリードしてくれたなっていう印象がある。ああ、まあそこは確かに最初の時とか特に、うん、年上やからちょっとしっかりしなあかんなとか、店予約したりとかおごるみたいな気をつけてたかも。まあ確かになんか今はさ正直分からんやん、うん、最初はな、うん、最初特に思った、猫かぶってたからさ。あ、なるほど、あれ猫、君がいなくなった日々は面白いくらいに、お、面白い。あ、歌詞覚えてへん。あの企画絶対やろ、コウ君に俺絶対覚えとる。今からデメリットです。ないのにもう無理やりかかんね、なかったらなしでいいから。ある、あ、アンケート特になしとかあるからさ。ある、あ、あるある、いけました、お願いします。年上彼氏と付き合って悪いところ、第一、じゃん、なし。え、理想と違うところ。おせす、すべて詰まっとるやないか。これは別にすべて当てはまる。ディスってない、ディスっとんねんやっぱりさ、分からんけど女の子ってさ年上の男の人に憧れる人やんか。あー、まあまあまあ、あの映画とか漫画とか多いもん。そうそう、多いやん。理想が多分自分の中であるんよ。うん、なるほどな。年上好きっていう女の子は何々してほしいなっていうのがあると思うねやんか。なごみも漫画とか好きやん、うん、だからそういう理想あるんじゃん。あー、なんか年上っていうか漫画との理想に俺が当てはまってない、早いな、ためようや、ムケムケで。でも俺は漫画の年上男子の理想に当てはまって、まあない、当てはまないになってるから。はい、でもほんまにその理想が、理想が高すぎたら、あ、ちゃちゃちゃ間違え、え、なになになに、悪いこと言った。理想が高すぎたらここにおる、もう理想低いみたいな、もうダメだ、ハッと違うね、違う、人によるって。自分が付き合う前によ、その年上の彼氏はこうだこうだこうだっていう理想が高すぎたら、なるほどな、もしかしたら違うこともあるかもしれないよっていう、うんうん、正直コウ君はすごい年上っていうか、うん、同い年分かる
精神年齢は高くないやん。まあ、なるほどな。それは自分でも分かるやん。それは分かる分かる。分かるな。全員落ち着いた男性ではないよってことやんな。あ、そうそう。でもうちは年上が絶対とかじゃなくて、たまたま年上やったわけで。そういうことだ。別に求めてたわけじゃないからな。そうそう、別に年上求めてないけど。なんかおかしい。わかるわ。うちは結構彼氏とは普通に楽しみたいタイプやん。バチャバチャして。そこどうこう思わんかった。どうこう思わんかったよ。大丈夫よ。下なってんで、年下なってるで今。こっちです。あがって最後ね、耐えて、ラストの出番。耐えるわ、頑張るわ。2個に収めた。収めたって言うな。収めてやめろ。はい、オッケーです。お願いします。せーの、じゃん。適当にされるかもです。適当にどういうこと？あのさっきさ、いいところで、うん、なんかはいはい、よしよしってしてくれるって言ったやんか。うん、なんかめっちゃイメージやねんけど、年上の男の人は喧嘩した時に、うん、こう彼女が、女の子がバーってなった、わかったわかった、はいはいみたいな。あ、俺やなる。ゴーくん全然言い返してくんねんけど。言い返せない。ゴーくん全然言い返してくんねんけど。言い返せないから、うん、でもそういうイメージがあんねやんか。うんうんうん、はいはい、もうわかったわかった、はいはいみたいな。あ、うんうん、なんかそれは喧嘩にならなくていいことやねんけど、うん、適当って感じる人がいるらしくて。なんかそれが逆にさ、はいはいで終わるから、うん、会議中にならんかったりとかするから、それは適当みたいになっちゃうかもみたいな。この2つはなんか年上というか俺に当てはまるデメリットやろ。コウ君全然適当にしてないで。ほんまに？うん、全然言い返してくんで。バチバチやで、お互い。さっき もうバチバチやったで。じゃあ松岡修造やからさ、向き合うで、このことに。そんな感じかな。まあ、ガキ扱いされるってことかな、悪く言うと。ああ、そうなんかもしれない。なるほど。うん、もぐまえて面倒くさいことが嫌やったらまあいいんかもしれんけどな。うんうんうん、うん、まあその女の子からしたら物足りんっていう子も多いんか。そうだから、まあいい時も悪い時もあるよねみたいな。やっぱり年上がその構ってあげれんくて別れるとかも多そうやもんな。うん、やっぱ年下の方が構ってちゃ多かったりとかする。そう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 。はい、はい、ということでこんな感じで、はい、年上彼氏のいいところと悪いところを喋ってみましたが、はい、どうですか、何か反応はございますか。確信ついてるなと思ったわ。俺のことめっちゃ理解してくれてんねんな。いや、なんかコウ君のこと言って思いつかんかったから結構ネット見てんけど。はい、今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバイ。バイバイ。私たち超年の差カップル。間違いないやろ。2020年生まれ。